皆さんこんにちは。今日はですね、久々に料理っていう料理でもないんですけど、減量っていうか、まあダイエットできるご飯を紹介します。でこれは私考案じゃなくて、私のフォロワーさんが2年前くらいに載せてて、私もその方フォローしてて、で投稿してたやつで、めっちゃ簡単やけどめっちゃ美味しいご飯があって、でそれを紹介します。でその人2年前に連絡取った時に、なんか全然紹介してくださいに確か言ってくれとった気がするので、それを紹介していきたいと思います。でね、私も勉強をしてた時とかは、もうお昼ご飯走ったしたら結局片手埋まってまうから、ペン持たれへんってことで、こっちにおにぎりを抱えながら食べながらなんかするみたいなのよくやってたんですよ。であんまりながら食べって推奨されへんと思うんですよ。なんかながら食べすると食べた気にならんくて、やっぱその食事はちゃんと食事に集中しないと満腹中枢だったりみたいな話で、なんかあんまりながら食べは良くないと言われてますけども、もう泣く泣くながら食べしかできひんっていう状況の時に、お弁当じゃないおにぎりを持って行ってたんですよ。で今日紹介するやつはおにぎりにもできますし、お弁当箱の中に詰めることもできますし、かつ低脂質かつタンパク質は取れるというようなご飯になってますので、まあ百聞は一見に聞かしかず、さっさと作れよ。でもね、これね、実は今日私火は使えません、食器使えませんって感じで、使うものがほぼないので、洗い物もない、非常にこちら画期的となっております。まあね、ほぼ価格の力で、今日使うやつは米。炭水化物を皆さん何で取ってるかわかんないんですけど、まあ、お芋の方もいるでしょうし、でも減量中じゃない時とかは、まあ大体皆さんお米かな。次、塩コショウ。私お家塩コショウが切れとったからちょうど買いに行ってきたんですよ。あと使うのはこちら、お決まりの鶏胸肉。あとですね、こちらめんつゆ、まあ、これを使います。まあ、これ私4倍濃縮のやつで、結構多分濃いめのやつなんですけど、私はこれが好き。なんて言ったってね、ここがね、なんかちょろちょろ系で出るんですよ。ドバーじゃなくて、この細いタイプなの、このなんか4倍濃縮のやつは。これが好きで、私は4倍濃縮を買います。あとこれ、香味ペースト。 4.3g あたり 1.6 の脂質なんで、この中で脂質って言われたらもうこれしかないんですよ。言うても 1.6 しかないから全然平気ですね。これで全てです、まあ、なので今言った材料をまず皆様そこに用意していただきたいので、用意できるまで用意してみてください。まずですね、お米研ぎます。米2合に対して鶏胸が350入れれるので倍で作ります。5合にしとこうか。これを作っとくだけで、言ったらご飯を取るときにタンパク質を一緒に取れるんですよ。でさ、コンビニのおにぎりとかもいいと思うねんけど、コンビニのおにぎり大体タンパク少ないから、やっぱさ別にタンパクを取らなあかんってなるじゃないですか。でタンパクは大事ですからね。こうなってくると、こうやって自分でタンパク入りのおにぎりを作るっていうことは完璧じゃね。でこのお水は若干少なめの方が、炊き上がったときにパラパラ感が増します。基本私お米炊くときさ、この第一関節までしか水入れへんって決めてるんですよ。だいたいそれでお米を炊けます。でここにめんつゆを適当に入れます。見ついてください、これ4倍濃縮をこうちょろ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 、なんか1周とか入れて、2周入れちゃいます。あ、ちょちょ、3.5 周入れます。めんつゆをまあ好きなだけ入れてください。で、ここに香味ペーストも入れます。香味ペーストも小さく1周程度。こんな感じになるぐらいで入れます。水の加減とかもこんな感じですね。はい。チャンネル登録よろしく。ここに皮を取った鶏胸肉を入れます。正直皮入れててもいいねんけど、この後炊き上がった後にほぐすんですよ。でほぐす時に皮があると多分ほぐれにくいので、これこのまま入れます。最後ここに塩コショウをポポポポポポって振るだけ、10回ぐらいって感じで、こんな感じ。やばい、ようちゃんが食べるする。こんな感じ、見た目はこんな感じ。ちょっとうんこ最後までしなさい。これで出来上がったので、これを洗濯機これで
もう炊飯するだけ。いってらっしゃい。75分で炊けるので、また75分後にカメラを回したいと思います。炊けました。ではオープンします。じゃん。おー、やば。こうやって炊き終わったスプレンツをしゃもじってぐさぐさしたら、ちゃんと裂かずともバラバラになってくれるんです。めっちゃいいんですよ。これで脂質がほんまにないから、これに卵の黄身、脂質を取りたい男性とかも脂質取らなあかんし、女性も脂質はいいねんけど、減量とかで脂質を制限してなかったり、減量中でも脂質を取らなあかん、黄身で取るとかいう人は、この上に黄身を乗せて食べるのもめちゃめちゃあり。推定カロリーですけど、白ご飯150と鶏むね100と黄身1個、357キロカロリー。おにぎりとかにする場合は、おにぎりとかにする場合は黄身は多分食べられないので、黄身なしですると300キロカロリーくらいになります。いただきます。マジで美味しい、マジで美味しい。鶏むねの肉だしみたいな風味も全部あって、まあ一気に炊いてるからこそ全ての味が凝縮されてる感じです。2ヶ月その学校にこもるみたいな生活をしてた時に、まあ食事は正直お弁当を持って行ってたのもあるんですけど、基本的にもお腹いっぱい食べないだけはほんまに気をつけた。なんかめっちゃ気を使ってかってか、なんかその私お腹いっぱい食べるまでが食事やと思って育ってきたから、まあそれはもう減量の時とかで違うって分かったんですけど、お腹いっぱい食べないようにするっていうのを心がけたのと、あとタンパク質はしっかり取るっていうのはちゃんと心がけました。で、勉強してる時とかの人はやっぱ糖質も眠くなるからこう抑える、取らへんっていう人もいると思うけど、糖質ちゃんと取らないと頭も働かんよって言われるくらいなので、もう糖質もしっかり取るっていうのも私は心がけてましたね、そのトレーニングできひん時も。だから3食絶対食べるのと、その極端に減らしたりとか、お腹が空いてないのに口に物を入れようとしないっていうのと、1個の建物とかにこもるっていう場合、まあお家でもそうやけど、1日食べるものを最初に用意するっていうのは結構効率いいんじゃないかな。お腹すいくたんびになんか買いに行ったりとかなんか作ったりとかすると、やっぱお腹すいてる状態やから多く買っちゃったり多く作っちゃったりするんですよ。多分そういう人いると思うけど、それをなくすためにももう朝ごはん食べ終わった時点で夜も昼も全部用意するっていうのは結構いいんじゃないかななんて思いました。まあそんな感じのことだけを意識して生活してたかなっていう記憶です。ということで今日の久々の筋肉飯ですね、超簡単筋肉飯はこんな感じです。正直めちゃくちゃ安くできてると思う。しかも工程も簡単やし、作る手間もう値段もすごい、これは革命的なご飯なんじゃないかなと思います。この動画でこれを作ったって方はメンションしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。